海上自衛隊が次期潜水艦に向けて動き出したようですね。このままリチウムイオン電池が採用されるとはなかなか考えにくいし、といって原子力推進以上の優れた第三のシステム果たして誕生するのかも気になるところだよね。日本は言うまでもなく二度も原子爆弾の被害を受けた国だし、2011年平成23年3月11日の東日本大震災において福島第一原発の事故なども経験させられたからね。このような悲惨な過去を持つ日本では原子力による方式を導入するのはかなり難しいと思うぜ。確かに核融合に関するテクノロジーは今後はまだまだ開発は進むだろうが、実際に採用というのは考えられないだろうな。そうだね。さて今回はこの次期潜水艦の性能について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海自では現在潜水艦隊の主力と位置づけている双竜型12隻の建造が終わり、次世代の太平型の建造を進めているよ。この太平型のネームシップである太平は2020年10月14日に進水していて、引き続き2番艦白鯨も翌年2021年10月14日に進水させる予定となっていたんだ。これによって間もなく悲願の潜水艦隊22隻体制を成立させることになるね。太平型には、短い充電時間で高出力かつ長時間発揮できるリチウムイオン蓄電池が搭載されていて、この潜水艦自体も最新型で高性能な通常動力型潜水艦で、リチウムイオン電池の性能をフルに活用できるんだって。この潜水艦の名前だけど、日本人の食生活に長い間馴染んでいたクジラにちなんだもので、世界には捕鯨は残酷だ。動物愛護精神に反すると捕鯨を非難する国々の数が多いため、日本は少量捕鯨を禁止され、調査捕鯨を行っている状態なんだ。この調査捕鯨に対しても、いろいろと文句をつける国や団体があるぜ。そういった国が原爆を保有しているという、何とも言えない事実もあるんだよね。太平型潜水艦とは別に、2019年令和元年6月、幕張メッセで開催されたマストアジア2019で、三菱重工業が次世代潜水艦モデルとして独自で開発したコンセプトモデルを発表したことが当時大きな話題となったよね。マストアジア2019というイベントは、アジアにおける海洋や航空の安全保障の安定と防衛技術発展に寄与することを目的として、展示や論文発表を行ったり、シンポジウムを行うものだよ。三菱重工業の次期潜水艦のコンセプトモデルだけど、海自が現在建造中のフリゲート艦 30FFM の統合コントロールシステムが採用されていて、またすべての情報を集めて艦内の一つの巨大モニターに映し出すなど、省力化にもつながるもので従来の潜水艦とは全く異なる新しい次元の新コンセプトモデルと称されているんだ。艦体のデザインは、現行の双竜型、太平型と比べると艦橋が小さくなって水中抵抗が減るように設計されているし、艦橋に設置されていた戦火事は船体前方に移動したのでロシア潜水艦を連想させるデザインなんだけど、話題になったのはデザインではなく、推進方式にウォータージェット方式を採用したことだね。このウォータージェット推進というのは、艦外部から取り入れた水を、動力源によって動く高圧ポンプを使って、艦後方のノズルから吹き出させて推進力を得る仕組みだな。スクリュープロペラは外部に露出させて水中で直接回転する方式だけど、それと比べると推進効率は劣るものの、高速航行時には適していると判断され、レジャー用水上オートバイやミサイル艇などの高速船に採用されているよ。ウォータージェット推進は、高速回転させるスクリューを円形のカバーで覆って艦内に収納することになるから、スクリュープロペラによって発生する騒音が生じないので静粛性に優れていると言えるね。だから静粛性を強く求められる潜水艦の推進装置としては最適として広く着目されているってわけ。その他にもメリットが多く、ノズルを動かして噴射方向を変更することで進行方向も変更できるということ。水の噴出量を微調整して超微速で航行できることなどが挙げられるんだ。この方式が潜水艦に採用された例は多いようで、少し紹介すると、アメリカ海軍のシーウルフ級攻撃型原子力潜水艦、イギリス海軍トラファルガー級攻撃型原子力潜水艦などの他にも、ロシア海軍ボレー級戦略ミサイル原子力潜水艦などで採用されているみたい。しかし物事には裏と表があるように、メリットがあればデメリットもあるぜ。ウォータージェット推進のメリットは前述の通りだな。じゃあデメリットは？まず低速航行している時に方向が安定しない、操縦性が悪いと言われているね。水流の推進方向を変えれば方向転換が可能となっているのに、蒸気で紹介した潜水艦すべてが今までのように舵を艦尾に取り付けている理由の一つはそれだろうと推測されているんだ。舵は後方につけた方が効きやすいんだろうね。もう一つには、動力エネルギーを推進力に変換する際、エネルギー効率がプロペラスクリュー方式に比べると劣っていること。
特に低速域では燃費がかなり悪くなるという欠点があるみたい。感染が加速するときは水の抵抗が強いから、ノズルから少量の水を勢いよく噴射するよりも、大きなプロペラスクリューでゆっくり大量の水流を発生させた方が効率が良いんだって。静止の状態から目標スピードに達するまでは、機関出力をゆっくりと上げて加速させた方が燃費効率が良くなり、目標スピードへ到達する時間も早いと推定されているんだ。仮に通常動力型潜水艦にウォータージェット推進を採用したら、水上ではディーゼル機関をフル稼働させたとしても、潜航中は蓄電池電力をすぐに消費してしまうし、日本が採用しているリチウムイオン蓄電池がたとえどれほど高出力を発する電池としてもその例外ではないってわけ。三菱重工業のモデルでは原子力推進を想定していると推測されるんだけど、日本の事情から判断すれば前述のように、原子力潜水艦保有の可能性はゼロに近いと思われるよ。将来的に、もっと高出力な燃料電池などが開発されたとしても、出力を発揮する時間にリミットがある以上、ウォータージェット推進をあえて採用する利点は少ないと思われるしね。さらに、日本が専守防衛を信条としている以上、海上自衛隊の潜水艦に求められる行動は、中国大陸から尖閣諸島などへ押し寄せる中国海軍艦艇やシーレーンを遮断しようとする水上艦艇、潜水艦への待ち伏せ攻撃で、先制攻撃は想定していないんだ。つまり海自の潜水艦には潜航時の高速性能は必要なく、スクリュープロペラによる推進効率低下も特に問題はないってわけだな。原潜はエンジンである原子炉を止めることはできず、ということは、原子炉から発生する騒音も止まらないということだ。海中に潜んでじっと敵を待ち伏せる立場なら、存在を可能な限り消す必要があるもんね。そんな時、原子炉の音が敵のソナーに捉えられてしまったら、先制攻撃を受けるのは必死だからな。つまり日本型の攻撃パターンにとっては、原子炉の音は邪魔なだけで。このことから日本は原潜を保持する必要がないと断言しても良いと思うぜ。予算的にも、通常動力型潜水艦より原子力潜水艦の方が巨額の経費がかかることは明らかだし、この点でもメリットがあると考えられるね。以上のことから考えると、海自には世界随一の静粛性を誇る通常動力潜水艦があれば十分であり、あえてウォータージェット推進方式開発に防衛予算を割り当てるよりも、太平型潜水艦の取得に回した方が国益にかなうのではと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。